出し先にやるか後にやるかどっちがいいか。一番最後に一番最初の出だしを逆リハみたいにやるか。で基本的にあの今の歌が終わってあのイントロが終わる時ぐらいに一曲流したと思って一曲流さないイントロぐらいまで。配信ライブをご覧の皆さん、ようこそ神山台へ。884林ワンマンライブ始めていきます。よろしくお願いします。例えばあなたに代わって声が釣り革握って見慣れた景色に一筋の光を切り抜け、元気にできるような挑戦何かできないかなってずっと思って、実は水面下でいろいろ動いてたんです。ツイッターやインスタを通して毎日のようにアイスをただ食べて、それをあげて、アイスが大好きなんですみたいなことをずっと続け、ここ多分ね3、4年、4、5年ぐらいずっと続けてたんです。たまにちょっと更新忘れる日があるんですけど、それでも本当にずっと何年間もずっと毎日アイスが好きで、アイスが好きでって言ってたら、4月からなんとこの神山田でアイスクリーム屋さんをやることになりました。そんな発表があったので、最後の曲は本当に最後の曲です。本当に最後の曲はアイスがあれば何でもできる、アイスがあれば元気になれる、そんなアントニオ猪木さんみたいな気持ちで書いた曲で終わりにしたいと思います。僕にとってのアイスクリームのような存在に自分の音楽がなったらいいなと、そんな思いで書きました。最後の曲はアイスクリームと五月病という曲で終わりにしたいと思います。ぜひ画面越しで受け取ってくださってる皆さんも、この情勢が落ち着いたら月増しに来てほしいですし、今お手伝いに来てくださっているスタッフの皆さんも引き続き一緒に徳の神山田温泉、ひいては月増し長野県を盛り上げていけたらと思います。そんなだけの心の支えになるような曲になればいいなと思って歌います。アイスクリームと5月病。なんもやる気でないや、歌詞を書くのすら面倒で、いよいよ末期的現実も全部投げ出したいな。きっと誰だってそうだろう、自分が愚かな時ほど誰かの共感にすがりたくなる人の坂です。
全力でようこそとお迎えします。ぜひ長野県にお越しください。長い時間ありがとうございました。ハチハチの林でした。ありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネット補足と申します。今、はい、ライブ配信の、はい、コンサート、はい、ライブが終わりました。はい、その辺の感想をお願いします。そうですね、まあ本当ちょうど1年経って、まあ、何か町のこうお世話になっている人たちに向けてというか、向けてというかお世話になっている人たちと共にこう発信できる何かできたらなと思って、もともとは有観客でやろうとしてたんですけど、ちょっとまあ情勢的に厳しいかなということで今回は配信で、まあ、でも配信という、 こうネットインターネットを通すことによって、そのこの街の人たちとかこの温かさを全国に届けられたらなっていう、そんな思いでやれたので、まあ、とりあえず一段落したのはまあ良かったかなと、まあ、反省点は多々ありますけど、とりあえず終えれて良かったなと。はい、まあ、筑波市に1年間、まあ、いろんなところでこうお世話になったりしてたと思うんですけども、はいはい、どうですか、何か自分の中で変わったことって何かあるんでしょうか。いや、そうですね、もともとこの生活を選んだ理由も本当に人に会いたくてだったので、うん、でもそこに一応こう自分は音楽をで発信してる身なので、うん、そこで音楽で何かできたらっていう思いがあってのことだったので、特になんかこう志みたいなもの変わってはなくて、うん、むしろより一層こういろんな人と会ってつながっていくことによって、そのもう人と会いたくて人とつながってっていうことが全てだと思って、でそれを音楽で発信したいっていう、この芯が強太くなったというか強くなったっていうか、うん、そういう変化はありますね。まあ、今日もたくさんの人が、まあ、スタッフとして、はいはいはい、来ていただいたと思うんですけども、そういったところもまあ、自分がやりたいってこう宣言したところで、だいぶ協力があったんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、はい、本当にこういう発信をするって言っただけでもういろんな人が手伝い行くよとか言ってくれて、そう、もう本当なんかそんな本当人のつながりがこの筑波市にあるなと思うので、その辺を音楽通して、まあ、音楽だけじゃないですけど、でも、そういう人の温かさみたいな、そういうつながりっていうところを、発信できたのは良かったかなと、はい、思います。今後、はい、何かその、まあ、歌にもありましたけど、ええ、アイスクリーム、はいはい、その辺のところをちょっとお願いします。あ、そうですね、まあ、もともと温泉街でそのアイスクリーム、まあ、フローズンヨーグルトなんですけど、それをこう発信しようとしてた方々がちょっとこういろんな事情で、まあやれなくなってしまって、まあ、そこを、ここでなくすのはもったいないからということで、うん、立ち上がったところから自分に声をかけてもらって、うん、でもうそういうことでしたらやらせてもらいますって言って、まあ、4月からそのアイスが始まるんですけど、なんかもうそういうこうなんか困ったら周りに頼って、うん、でそれでみんなが自分のできるところで無理なく助け合うみたいな文化がこう地方のいい文化かなと思うので、まあ、その辺も大事にしながらアイスを通してでもそうですし、音楽を通してでもそういう人っていうところを発信できたらなと。大きな希望があるかと思うんですけども、ええ、その辺のところはちょっと。そうですね、はい、まあ、筑波をこう発信源にして長野県を巻き込んでいって発信したいっていうところなんですけど、まあ本当にずっと言ってますけど、僕はもう人だと思うので、どこまで行っても最後は人だと思うので、長野県みたいに景色がいいところとか自然が豊かなところも、もう全国各所いろんなところがもう素敵な場所だと思うので、じゃあそれにこう見劣らないこう何が魅力があるものって言ったら、やっぱり最後はその地域にいる人だと思うので、まあ長野県いろんなところ行かせてもらってるので、筑波市から発信として長野県のそんなあったかい人たちとか面白い人たちをつないで発信していくような試みをこれからもどんどんやっていきたいなとは思ってます。まあ、いろんな人のつながりによって林さんがこう盛り上がってきたんじゃないかなって思うんですけども、はい、はいはいはい、そうですね、もうやっぱ本当人とのつながりでしかないですね、はい、今の自分があるのは。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、ありがとうございました。